皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、3秒で決めた結論は3年後と変わらないということについてお話ししてみたいと思います。これはですね、私が言ってる言葉ではなくてですね、有名なそういう学者さんとかが実際に調査をしてね、確認したことから言っている言葉なんですけれども、結局そのパッとね、頭の中で決断した3秒で決めたものと、じゃそれをね3年かかって同じ結論を出した時も、その人の幸福度が変わらないっていう、そういうレポートなんですけれどもね、これっていうのは私も非常によく実感していて、私もすごい早いんです、決断するのが。多分1秒かからないで決断大体してます。さすがに1000万とかの買い物はそういうわけにはいかないんですけれども、通常のね判断、パッパッと判断しなくてはいけないことは割と早く判断できるタイプです。で、その時にじゃあなんで3年後とね結論が変わらないっていうことができるのかっていうと、私が下した結論に自分で責任を持つって決めてるので、どんな決断をしようとも、それがその時の私が選んでるベストだっていうことで自分に自信を持ってるんです。自分を信じてるんです。だから例えば二者択一の時に一個決めるじゃないですか。でもう一個の道捨ててますよね。だけど例えばじゃあ一個決めた道を進んだ時に障害とか困難が起こったとしますよね。それの時に自分の道を決めたことをね揺らいでしまうタイプの考えを持つ人は後ろ振り返っちゃうんですよ。あの時あっち選んでれば今頃とかね、そういう風に考えるタイプは結論、結局あの時私が選んだのは間違ってたんだろうかって、これ毎回迷うことになります。で私その時捨てた決断ってもう覚えてないんですよ。だってその道選んじゃってるから。でそれの時にそれが正しい、この道を行くんだ、この道はきっと私の願いを叶えることにつながってるって思ったら、障害が現れても乗り越えるしかないと思ってるので、例えばそれが私が A を選んでいても B でもね絶対に障害って起こってるはずなんですよ。だから基本何かが起こることもある、それも乗り越えることも含んだ上でその決断を瞬時にするっていうことにすると、後悔はまずしないし、あと自分で決めてるっていう意思を持った方がいいです。誰かのアドバイスを聞いたからこっちを選んだのに、こんなことになるんだったらあっちを選べばよかったみたいな他人任せな決定の仕方をしてはいけないということです。全て自分が責任を持つと決めれば自分でコントロールをすることになるので、どうにかね困難も乗り越えられます。これが人から言われたからっていうふうに言うとその人のせいにしたくなっちゃうから困難が乗り越えられなくなっちゃいます。でもう一つ深い話を言うと、例えばうまくいかない状況になっているような状態になっていても、その状態を作ったのは自分自身なんだという観点で、その環境を反省することができれば次にそれを直すことができるのも自分自身なので、このあたりがですね、環境のせいにするとかっていうふうにしてしまうと、結局変えられないものがあった場合にそれはもうどうしようもないことになってしまうんですよね。だけど自分って変えられるので、例えば環境に適応するっていうやり方とかも一つですけどね。だから自分で自分が決めた結論に責任を持つっていうふうに考えると、一生懸命考えてる時間がもったいないということです。瞬時に決めても結論は一緒だからということで、直感でライトにパッパパッパ決められる人の方が結果うまくいってるし幸せな人生を送れてるなっていう感覚があるので、迷いに迷ってしまう人はたまにそれこそちょっと乱暴だけどサイコロで決めてみてもいいんじゃないかって思うくらいです。多分どの道を選んでもちゃんと前に進んでいくっていうことさえ決めるのであれば、どっちでもうまくいくようにできているはずだからと思っていますので
迷う人はちょっとサイコロかなと思って決める、まあ、コインの裏表で決めてもらってもいいですけどね、はい、そういうこともしてみていいんじゃないかなと思います。それでは